あのここの大宮は立憲民主党のまあ大物議員の地盤なんですけども、えーと、ただそれだけじゃなくて、まさに今日の今日この会の前の時間に、ですねその方のですねこのような会があって、私、そこに来てからここに来たです。まあ、それを 逆に見ると、この会がその両方出られるように、設定されている、気を使って設定されているようにもまあ見えて、立憲をまあ目の形にしているある野党と比べて、だいぶ違う、有効的だと思ってあの見てるんですけども、山本さんと、令和の立場は違うかもしれませんが、やはり立憲民主党とは何かこう有効的な関係を保とうという意思はあるんでしょうか。 とといいうう質問ですありがとうございますえす、ー、私たちの会が始まる前に、立憲民主党側の集まりがあったってことなんですね、そのことに関して、私たち、何も情報ないです、たまたま、そこまでこう、調べを尽くし、どういうふうに、えー、私たちのおしゃべり会を入れていくかぐらいまでの、えー、ことができる状態ではないです、もう、走ってるだけで精一杯たまたま ということで、そのたまたまが良くて来てくださったということに感謝を申し上げたいと思います。で、立憲民主党ってことに関して話をするならば、立憲民主党内には、えっと、素晴らしい議員、数多くいると思ってんです、で経済政策っていう部分も私たちと、えっと、共通している人たちもいるし、それだけじゃなくてやっぱり人権問題であったりとか、さまざま深い考えを持って、で一方で政府を追及するときにも、非常に鋭い。 というような頭の回転の速い方も大勢いらっしゃる政党だっていうのはあるんですけどやっぱりね立憲民主党の現在の方針というものに対して私たちが受け入れられるかっつったらやっぱり受け入れられないそういうい部分があります所属議員のさまざまな人たちに対してはリスペクトを持っていますけれども立憲民主党という野党第一党の仕事としては納得いってないまあもちろん別会社だから納得いかなくてもいいんですよ向こうは向こうはこっちはこっち同じグループじゃないから それにしても、やっぱり野党第一党という大きな立場を持つという方々に対しては、やっぱり先ほどの能登の問題じゃないですけれども、裏金の追及ももちろん重要なことではあるんだけれども、国会の質疑の中でそういうことがずっと積み重なっていった上で、 おそらく何か不信感みたいなものも広がっていった上で政権交代につながっていくというようなことももちろん理解はできるんだけれども一方でちょっと置き去りにされてるっていうような状況も大きいよな能登半島だけじゃなくてやっぱり30年の経済不況その中でコロナが来て物価高になってるのに金利を上げるということで為替をなんとかみたいな考え方だったりとかまあこれおそらく経済をどうしていきたいかっていう観点が全く真逆だってことですね。それを考えた時に 立憲民主党がただ、ある意味で自民党の自殺点によって政権交代をする、立憲民主党という政党の魅力や実力みたいなところで、この追い越していくというよりかは、自民党のひどさが極まりすぎてて、だったらもう交代だろうということで変わっていくってことも、一つのまあ運だから、実力のうちかもしれないんだけれども。 ただただそれで政権交代していくっていうのは非常に危険だなと思ってますで今国会の中でも例えば海外への武器輸出であったりとか共同開発であったりとかで、えー、と国内の武器産業っていうのを拡大していくことであったりとか様々なものに立憲民主党は賛成してるんですよで事実上の経済版の特定秘密保護法名前は変わってますけどねセキュリティクレイランス法ってどうして名前を書いたかっつったら特定秘密保護法の経済版っていう形になっちゃうとこれ 前に大反対してた民主党の人たちですから、筋を通さなきゃいけないから、賛成できないんですね、だからこれは、あくまでも国会対策として、別の法律として作ったっていうふうに私たちは見てます、何が言いたいかってことなんだけれども、明らかに今の政府に対して、後押しをしていくような法案に対しても賛成をしてしまってる、経済政策も私たちと違う、でどちらかというと、国会の中で、被災地に補正予算をつけるために、 本予算を人質に戦うというような気概もないってことを考えたときに、一体何を応援しろっていうんですかってことなんですよ、はっきり言っちゃうと。もし政権交代が起きたとしても、ああ、これがっかりしたなってことで、また政権交代が起きて自民党に戻っちゃったときに、もう一度戻せるだけの力が国内に残ってるかって言ったら、かなり厳しい状況だろうと思ってます。私が言いたいいたたたのは何かっててら立憲民主党をを頭とししし政政権権交交代代に反対してるわけじゃない政権交代をして あまりにもひどいものが少しましになる程度には動くとは思うんですよ、でもそこにおいて、現在、私たちが自民党に対してプレッシャーをかけるというような批判をするってことに対して、これは政権交代起こったとしても、立憲民主党、民主党系に関しては、同じようなことをしなきゃだめなんです、だって信頼できるもんじゃないもん、知ってるでしょ、民主党政権って、そういう関係性だと思ってます。政権交代とということは歓迎する ただし、これは手放しでは歓迎できない、少しましになるという期待はできるんだけれども、やはりそう大きく違わない存在が自民党と立憲民主党だろうって私は思ってます、そう考えるならば、やはり私たちは、私たちで単独で数を増やしていく、単独で数を増やしていきながら、国会内での影響力というものを持っていくということをやらないといけないなというふうに思ってます。ななののでここは政権交代の場面なんだから、 何が何でも野党共闘っていう話にはならない、どうしてかって、これまでの立憲民主党の国会の中での戦い方見てよって、そういう腰の引けた戦い方を続けてきてるからこそ、この国は壊れていってんでしょって、自民党だけのせいじゃない、私はそう思ってるんです、そんな感じですかね私も立憲民主党にもといたので、<laughs> <laughs> 一言そうですよや <laughs> あのでもね、今、代表が言ってくださったんですけど、いい人もいるんですよ。 特に若手で私は2009年あの民主党政権交代の時のに初当選なんですけどあの2009年以降に入った若手議員は、ね、大体いいです、みんな。あの結構ね、ね令和にも共感するし山本代表にもすごくリスペクトがあるしだけど問題は幹部なんですよ今の幹部ってもう全員あの民主党政権の時の幹部ですからね。で失失敗敗したのに失敗を認め てないんですよ同じことまたやろうとしてる、だからそこが変わらないと、やっぱり立憲民主党はダメだと思います、で、あの9月に実は、立憲民主党代表選あるんですよ、あの自民党も総裁選、そっちばっか有名ですけど、岸田さん、多分変わると思います、で、誰か自民党の新しい代表が総理になる、その時に立憲民主党もね、新しいやっぱり顔にして、そして世代交代して、 でまあ、代表がうんぬんよりも幹部、幹部を全部一掃するような代表が出て、生まれ変わったら、私は立憲民主党、大いに期待できるんじゃないかなと思ってます、はい、魅力ある人材もいますからね、そう考えるともったいないですよね、今の執行部のまま腐らせちゃうのは、<laughs> 人,の人の会社について何言ってんねやとい話ですけどね、<laughs> 一位有権者としてですよ、はい、令和の代表じゃなくてね、はい、さあ、次の方いきましょう。